はい、久保さん、こんにちは。じゃな、こんばんはですね。時間は、第1話から、第1話、違う、第2番、82話の2か、1番から、少しお時間経って、まあ、勝手にこっちのお時間なんですけどね。まあ、見てる人は別に関係ないかもしれないですけど、2番、できましたよ。できない自分は変えられるみたいな感じにしました。他人を変える方法のテーマでお話ししてたんですけど、なかなかうまく決まんなくて無理やりテーマを変えました。変えました。まあこの気になる男の第81話の2番、第81話の2番で言ってたのが、他人を変えることはできない。本当にそうなの？っていうところでしたよね。本当にそうなの？それってもしかして、あれなんじゃない？っていう、あれなんじゃないはあれですけど。それってちょっと考えるの放棄してんじゃねみたいな、いう感じ。まあ諦めの口実として、言ってんじゃないのみたいなね、話があったと思うんですけど、まあ確かにその諦めたくなる気持ちはわからないではないですけどね。なかなかね、すぐには変わんないと思うんで、まあ、やっぱ今まで生きてきた蓄積がありますからね。それをね、なんか赤の他人が、そうですよって言って、はい、そうですかって言ってね、素直に、そんな聞き入れてくれる人が、まあ、いればいいんですけどね。まあ、自分の塾生さんは、本当に、なんだろう、ありがたい。そういう意味で言うとありがたいですね。なんか、普通に、なんか、素直にやっていく、いただきましたね。まあ、多分素直じゃないとうまくいかないと思うんですけど、本当に、その通りやってくれましたね。まあその通りやればうまくいくなみたいな感じなんですけど、だからやっぱ素直って大事だなと思ったりもするんですけど、まあその、他人を、ああ、戻っちゃった。他人を変えることができない、確かにね、できないで、それがそのどのレベルで変えれないかっていう話かなと思ってて、変えれない言うてるけど、どこまで変えれないんじゃみたいな、どこまで変えれんのじゃみたいな感じで、何をどこまで変えれないんですかっていうね。っていうところもちょっともうちょい細かく話してみてもいいのかなと思って。で、あと時間をかけてステップを踏んで変えられないんですかねみたいな。ね、変えれない変えれない変えれないと。要は、この基準までは、その変えたいっていう、その人によってやっぱいろいろあると思うんですね。いいか、その他人が変えれる力量の範囲を感じれているかっていうところ、こうやって久保さんが言ってた、その話が途中でちょっと具体例を出してて、その、なんていうの、知的障害者の話もちょっと出してくれたと思うんですけど、要はその、どうしたって、その、なんだ、行き着くレベルがいかない場合がある。まあ、それは本当その人によってしょうがないんで、まあ、人にはその、人のレベルっていうのはどうしてもあると思うんですよ。まあ、それをそのね、その、なんだ、変えたいと思ってる人が、なんかその自分の限界を超えてこうぶち破っていこうって言うんなら話は別ですけど、まあそうそう、そんな人は現れ ないんじゃないかなと思うんですね。なんか俺の限界突破を超えるためにこうなんかやってるみたいな、もう常に限界を超えようとするなんか熱い人間がまあいたなら、まあそれはそれですごいなと思うんですけど、まあなかなかそんな人はいないんじゃないかなと思うんで、まあ大体そのね、まあ、この人なら、もしかしたらここぐらいまで行くかもしれないな。でも、ここぐらいはもう無理だろうな、みたいなね。まあ、そういう、ある程度の当たりをつけながら、こうやっていくと、だから、絶対変えれないってないんじゃないかなと。いや、自分もその、変えれないとは思ってますけど、なんだろう。まあね、その、やっぱずっと長くやってると変えれないかもしれないけど、っていうところはちょっと確かにありますけど、でも、なんか、あったりなかったりみたいな、まあ、こう、いろいろ考えたりも、するんですけどね、本当に。まあ時間をかけて根気強く丁寧にっていうところもポイントかなと思ったりもするんですけどね。あとはその変われる段階のハードルを高すぎないようにしたりするっていうところもその、なんかポイントだったりもするんじゃないかなと思ってて。他人は変えれない言ってるけど、そのどこまで、まあこれも同じことを言ってるかもしれないですけど、どこまでその変えれないのみたいなね。ほんのちょっとなら変えれるんじゃないっていう、その、ハードル高いかもしれないよみたいな。だからその、ある基準まで変えられなくたとしても、もしね、ここまで行ってほしいっていうね。今回今、吉谷さんが
自分の覆面 YouTuber アカデミーの塾のプロモーションをしてて、コピペで稼げっていう言い方してるんですけど、コピペぐらいはしてくださいと、コピペして、プレゼンスライド動画ぐらいは作ってくださいよって言ってるんですけど、まあ、その基準ですね、ある基準、せめてそれぐらいしないとっていうね言い方をしてるんですけど、まあ、そのある基準まではね、っていうところはあるんですけど、まあ、その基準ももしかしたらできないかもしれないと。まあそれはね、それでやっぱその人の力量なんてしゃあないと思うんですよ、ね、いくらね、ね、なんか頑張れ頑張れ言うてもできないと思うんですね。だから自分で言うと皿洗い苦手苦手で、これぐらいできないのかって言われても、できないんですってこうきっぱり言えるんですよね。もう自信を持って言えるんですよ。もしかしたらテクニックとかノウハウとかがしっかり自分に仕込まれてないだけで、もしかしたら変わるかもしれないんですけど、現時点ではちょっと自分は無理と。で、今日ちょっとお話し、今日ちょっと話したら、皿1枚だけは払う。自分が食べた分だけは払うと。せめてね。でもこの全体のこのなんだ、全部皿洗いはちょっと無理だと。さすがにね。自分そんな夜とかも食べないんで、皿1枚ぐらいなんで、皿1枚ぐらいは洗うみたいなね。でも残りのそのなんだ、食事作った時の鍋だったり、フライパンだったり、そのなんだろう、ゴミの処理、後片付けとか油もんだったり、それを皿洗った後綺麗にこう皿をカシャンカシャンカシャンってはめるだったり、お米がなくなってたらお米炊いたり、なんだろうな、あと、ボールとか、ボール使ったらね、料理使ったボールがまだ残ってたらボールを綺麗に拭いてね、綺麗に直すとか、まあそういうなんかお決まりのパターンっていろいろあると思うんですけど、で麦茶がなくなってたら麦茶を沸かすとか、ね、排水口のゴミがなくなって、排水のゴミが溜まってたら排水のゴミを袋につまんで、捨てて、それをまた新しい排水口のゴミをパパパパってつけるみたいな、まあ口で言うたら簡単なんですけど、そう段取りよくできない人が、まあ、自分なので、だからこれもよく分かってて、そのやっぱできるものとできないものっていうのはすごいあるんじゃないかなと思ってて、でもね、次があるさという精神ですね。まあ本当に、得て不て、増えてっていうのは非常にあるんじゃないかなとはとても感じますね。なので、ここですよね。これ言ってましたね、久保さんが。もう変えられないところもあるっていうところも、もう許してあげようよと、許容してあげようよっていう話もあったのかなと思ってて。でも、その、自分がせめて変われると、信じていれば変われるんじゃないかなと。まあ要は諦めんなよって話ですよね。で変われないと思えば変われないと、これが諦めるってことかな。どっちも二択しかないんですよね。自分が変われると、他人が変われると、変われると信じてれば、まあ、変われるんじゃないかと。ただし変われないと思えば変われないと、まあ、ここで思考停止になるかどうかっていうところですね。自分もその思考停止にやっぱ時々なってますよ、どうしたって。でもやっぱね、そうやってこう人からね言われて、いやまだだみたいなね、いう感じになると非常にいいかなと思いますし、これも自分に当てはまると今度は自分の話になってくるんですけど、その今回のタイトルで書いた、できない自分は変えられるっていうところにつながってくるんですけど、まあ、できない自分って少しずつ変えてきたでしょうと。でそうやってこの小さい頃、学生時代、そして社会人、新人時代とかね、をなんとかなんとかこう乗り越えてきて、そのなんていうん、場面でやっぱ乗り越えてきて生き抜いているから今があると思うんで、やっぱりそれも結局自分一人の力じゃないんで、誰かからねできるよって言われたからこそ自信持ってできたり、できないよって言われたので、いやそんなはずはあるかと、お前に言われたかねえよっつってね、お前に言われたから、言われたのは許せんと、我慢ならんと、変えてやるみたいなね、反骨精神を持つのか、それともね、優しく穏やかな形で成長させてもらうのか、まあどちらかと思うんですけどね。そうやってアプローチを変えて、手を変え品を変え、そういう工夫してみたりして、まあ自分が変わった時と同じように他人に対して変われないってこうバチッとなんだ決めつけるんじゃなくて、変われる可能性はあるよと、変われる可能性はあるけどね、やっぱ人には限度も時間っていうのもありますしね、その人の力量もあるんで、まあそういうところもあるけど、
まあ、アプローチしていくっていうのはいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ちなみに、自分は超不器用派。超本当にこれひどいですね。ひどい。ひどいですよ、これは。だから、みんなと同じことをしても絶対一歩くれるんですね。絶対一歩。だから他人と一緒にこうやらなければいいんですけどね。せーの、皆さん、今からやり方を教えます。はい、じゃあ1時間後やってくださいって言った時が一番きついですよね。だから小学、学校教育的なね。さあ、さあやってくださいっつってね。すいません、できないんですけど、みたいなね。工作とかね。なんか、うまく切れないんですけど、先生、みたいな。そういうパターンです。はい。で、何やってんのよ、みたいなね。なんでできないのよ、みたいな。できないもんはできないんですっていうね、いうパターンなんですけど。なんでね、自分はどうしたらどうもね、成功法がはまんないんですよ。で、斜め横的な、こう、なんか、視点でこう言われると、できたりもするんで、まあ、ねじ曲がってるんでしょうね。何かが。まあ、だからね、結構どうでもいい失敗が多いんで、だからこそなんか失敗パターンを結構知ってるっていうね。あ、これやったやった、これ失敗しましたよ、みたいなね。ああ、これも失敗してます、みたいな。ああ、これダメでしたよね、みたいなね。意外と話が合う、みたいな。まあそんな感じでね、他人を変えれると信じて今日も一日コツコツとという感じで締めていきましょうかね。もう何の話ってかちょっとだいぶわかんないんですけど、まあ、他人を変えれる。そして自分を変えていく。まあ自分を、なんだろう。自分がコツコツ頑張ることによって他人も変わるだろうっていうね、考え方に最後にまとめていきたかったんですけど、なんかうまくまとまらなかったんですけど、ともかく、まあできることはね、目の前にできることはしっかりやっていくと。あとは信じて待ちましょう的な感じになるんですかね。はい、ということで、気になる男、第82話の2番ですね。ね、2番終わりました。はい。そして3番。ね、おまけ3番がまだ来てるんでね、3番これはいかないと、ということで3番今から見ていきます。果たして終わるんでしょうか。はい、という感じで2番を終わります。はい、またではよろしくお願いします。はい、また作れれば作ります。以上です。よいしょ、終わりましょう。